それとショートは誰選ばれますか。ここはね一番迷うとこなんだ。広岡さんもいるし吉田さんもいるしね、まあ藤田平さんもいるし、まあそういう中で若いけど松井和夫、やっぱり試合数じゃないんですか。日米合わせ2600くらい出てんでしょ。そこは本当に一番誰にしようかって悩んだところですから。実際そのやっぱり守備だけじゃなくてバッティングっていうのもあるんですかね。ああまあ総合的にね、あれだけゲームに出たっていうものを加味して松井和夫なのかなっていう。ショートは何人ぐらい候補を挙げられて絞られたんですか。5、6人はいるんじゃないかな、まあ、広岡さん、吉田さん、藤田平さん、まあ、それに松井和夫と、まあ、そのぐらいかな、うん、必ずショートで迷うんだ、うん、だから若くしてこうやって出てきてくれたっていうのは俺にとってはベストナイン決める意味ではありがたいけどね、うん、だって2700試合くらい、まあ、日米通じたけども出た選手いないでしょショートで。そうですね、そこまでどっかでポジション変わったりしてますよね、うんうん、だから記憶に残るか数字で残るかっていうなれば数字で残したっていうベストメンバーですよ。守備だけとかって言ったらショートだったら誰ですか。広岡さんになるんじゃない。でも年数が短いからね、はい、広岡さんの守備は突出してたっていう話だよ、はい、うん、まあ実際テレビでちょこっと見たくらいなんだけどね、小さい時にね、はい、まああとは人それぞれ選ぶ候補だから人がどういう選び方するかはその人に任せればいいんであってね。どうか俺流チャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。